小ネズミさん。アイス。また君か。キューブの子もいるみたいだし、サスケくんとどっちが強くなってるか見てあげるわ。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルトくん。ずれてるそれ。サスケくんのことが知りたいなら力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。なんだ、あれは。ナルト、これって。人中力としてかなり成長してるね。キュービの力がどんどん強くなってるな。人中力らしくなっちゃってるわね。ナルト君が見張り役に選ばれたのね。私の実験も少しは役に立ったじゃない。どれくらい強くなってるか試しに目の前のナルト君とやらせてみたいわね。てめえのもんじゃねえ。自分のものみてえにサスケの名を口にするんじゃねえ。何なのあのチャクラ。肌で感じてわかる。これはこんなおぞましいチャクラ。面白い。いよいよここからが極秘任務のスタートだ。サイ、サクラ。タク。Thank you.
人中力の力を借りて、その程度。この感じ、今までと違うわね。あの煙は、嫌な予感がする。面白いじゃない。しまった。まさかここで4本目が4本目、の方により近づこうとしてるのか。今まで漏れ出したキュービのチャクラとは質も量も違う。あれはやばいわね。そんな高密度なチャクラで動きづらくして、どう私と戦うというのかしらね。そうきたか。三十羅生門。なんて戦いだ。この草薙の剣をもってしても貫けないとはね。
ジライア様のおっしゃってた、まるで小さな九尾とはこのことか。これじゃ忍者の戦いというより、まるで化け物同士の戦いじゃないか。あんな姿になってまでサスケ君を助けたかったのかね。今じゃ自分の意識すら飛んでしまってる。悲しい子だ。サスケは絶対俺が連れて帰る。一生の約束だってばよ。さくらちゃん、俺約束は絶対守るってばよ。待て、さくら。何度も。やばい。くそ、間に合わなかったか。やっぱりこの体じゃ拒絶反応が出てしまう。今がチャンスか。手は出させん。早とちりだよ。もう君たちに手を出すつもりはない。僕たちと君たちには同じ目的がある。暁が邪魔だ。引き上げ時だな。あとは君たちで何とかしなよ。おかげ式自順術、格安日天水種。